では行きますか。農業部選手権が始まっちゃいます。ここで今週の配信メンバーで争う、競う、わかんないです、キッチが戦う、わかんないけど、農業部選手権をやりたいと思います。イエーイ。今週の競技はもうすぐバレンタインということで、運命の赤い糸46センチです。センチメートルだ、これ。この赤い糸、これか、この赤い糸です。 猫が好きそうなやつ。この赤い糸を切って、46センチの赤い、運命の赤い糸を作ります。州の中で最も46センチに近い運命の赤い糸を作れた人には素敵なプレゼントが贈られます。はい、ではやりますか。1メートル100センチ、さっき聞きました。それがまず分かんない。ハサミもございます。ここにハサミもございます。これで46センチに切りたいと思います。もう小学生の時に私の手の幅が1メートルだったんですよ。これぐらい、もっとちっちゃいから、こんぐらいがまず1メートルです。全然見えない。こんぐらい、これ見えてるかな、こんぐらい、こんぐらい、こんぐらいが1メートルだったから、こうやって伸ばした時これが1メートルだから、これどこが1メートルだ、これかな、違う、もっと短いかな、これが1メートル、もうちょっと短いな、これが1メートル、よし来た、これが1メートルで、この半分ぐらいだったら50じゃん、まず50じゃん、ここで50なのよ、これで50なはず、多分。だからこれをこのちょっとこっち側かな、ここら辺、わかんない、怖い、どうしよう、ここら辺を、でもさっき短かったかな、短かった、まあいいや、ここにしよう、ここを切る、来た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 、ででん、これ多分46、短いかな、まあこれが46だと思います。お願いします。どうだどうだ、どうでしょう、今鑑定中、判定中、測ってる途中です。短くない、やっぱ短いかな、どうしよう、26とか、やばいな、どうしようかな、どうでしょうどうでしょう、鑑定中じゃなかったって、どうしよう、わかんない、どうしよう、出ました、ででん、おお、43センチやったー、嬉しい。ってことは3センチ長い、短いってことですよね。すごくない、よかった、さっきじゃあ短く切んなくてよかったんだよ。嬉しい、これ43センチです。43センチ、現在1位、イエス、月曜日なのでね、今のところまず優勝ですね。すごいね、46センチじゃない、43センチ。こんぐらいですよ、こんぐらい。はい、できた。すごいね、天才だよね、本当に勘でやるしかない、こういうのは。いやでも46センチってどうやって測ればいいんだろう。でも僕、物事の基準というか長さをの基準としては30センチ定規なんですよ。30センチ定規を思い浮かべて、なんか長さをこう大体見てるんですけど、いや46センチ大丈夫かな。そうで、この前回、昨日か、そう、謎にそんなことあるって言っちゃったもんだって。43、そんなことある、すごいな、なんかそういう機能ついてるのかな、測る、こう見ただけでわかるみたいな。すごい。ということで、じゃあ運命の赤い糸46センチ切っていきたいと思います。でも全然わかんないよ。やばいかもしれない。
わかんない。46だもん。あ、長いかもしれない。え、難しい、難しいな。いやでも切りたいよ、46センチに。長いな。ここら辺かな。よっ。あ、短いかもしれない。あ、短い。え、思ったより短い、思ったより短い。どうしましょうか。思ったより短かったか。めっちゃ短いかもしれない。やばい、ピンチです。バレンタインですって。あっ、なるほどなるほど。わ、でも意外とだな。じゃーん、結果は39センチでした。わっ、意外と惜しくない？あと7センチ。お、僕20センチぐらいかもって思ったけど、意外といけましたね。いやでも負けちゃったから悔しいな。悔しい。ちょっと頑張りたい。また乃木曜日選手権次に期待ということで頑張りたいと思います。はい、じゃあもういけますね。でもそう、なんかね、今までのがこれで、さやがもう43センチ出してしまってるんですよ。ということは46センチからの絶対値を3以内に収めなければいけないってことなんで、結構あれです、ハードル高いですけど。46センチでしょ。ここが10センチで、10センチ、30センチ、46センチ、ここか、ここか、ここか、ここでしょ。結構、ありがとうございます、自信がつきまし、ついあります。え、いいかな、これでいくよ。ね、見せ方がわからん。いきます。えい、ちょっと切るね、切ります。46センチ、ぴったし。あれ、長い。そうかな、私的にはむしろ短いと思いましたけども。本当に、本当ですか。長いしかない。いや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 、画面で見るからじゃないですかね。長いか。あ、え、あ、60センチでした。すいませんでした。絶対違う。なんでなんだろう、おかしいな。結構自信あったんだけどな。なんでなんだろうな、なんでなんだろう。欲張りすぎました。てかすごいですね、皆さんの方が。逆に絶対これみんな優勝者でしょ。運命の糸46センチ選手権、絶対みんな優勝経験ありますよね。はい、ちゃんと60センチって書きましたよ。あ、やっぱりほらバレたかって書いてあるもん。現在の1位はですね、でん、月曜日の配信した神奈川さえちゃんの43センチですね。43センチってめっちゃすごい。だって3センチしか違うの。え、すごい。ヤンを超えていきたいと思います。というわけで、でん、46センチってどれくらい。ヒント欲しいな。ヤンちゃん、そうそう、
え、でも30センチがこれぐらいな気がするこれくらいで伝わらないけどなんか30センチ定規って小学校の時に持ってたのがこれぐらいだったと思うんですよ。それに15センチプラスじゃないですか。これぐらい、そんなにか、これぐらいこれぐらいって言ってわからないのにこれぐらいって言っちゃう。そう、長い、本当ですか。なんかヤンの配信見てた人とか教えてほしいな。なんかヤンが画面的にどれぐらいの長さだったか。長い、やっぱ長いか、長いか。はいはい、これぐらい、え、これぐらいいい気がするどうですか。おう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 、長い、これも長いですか困る自分で決めなきゃ。でもですよね、うん、自分で決める、うん、これぐらい、じゃあこれぐらいにします。いきます。お、そい、切れない、そい、切れた。というわけで、え、何センチだろう。いや、すごい、43。え、長い、長かった、本当ですか。あいや、頑張る、いけるいける、自分を信じる、大事絶対長い。え、本当ですか。そうそう、長さの感覚おかしいのか、なんかこれぐらいが30センチ定規だと思うんですよ。え、これ絶対合ってると思うえ、待って、皆さんほとんどの人が長いって言うあ、63.5センチでしためっちゃ長かった、なんかめっちゃ長かった面白いそんなことある、書きたいと思います63センチ。え、でもさやかに近い、さやか60センチだって。じゃあさやかちゃんと似た者同士ということでイエイ、63センチ。え、やん、すごい、これはすごいだんだん遠ざかってますね、本当ですね。初日のさやが一番近い。え、私30センチ定規絶対当たってると思う、絶対これぐらいだと思うんですよまだ言うそういうわけで、ヤクボは63センチでした、残念でしただねんだな、うん、そっか、ふんふんふん。現在は神奈川ちゃんかな、神奈川ちゃんがすごいね、43センチ。うん、やろう。え、これ時間とか関係ないんですか。だいたい始まっていきますよ。これ何センチなんだろう。iPhone ってどのぐらいだっけ。いや、ダメだ、コメントとか見ちゃダメだよねえ、iPhone ってどのぐらいなんだろう。え、これピーンってやるんですか。どっちでもいいかピーン。気持ち短めがいいんですよね。え、長いよね、こんなあるわけないよね。
長い？分かるわけないか。え、長い？長すぎ？ウエスト。足のサイズね。なるほど。え、足のサイズいいね。モンゴルって23.5なの。え、2倍ってことでしょ、大体。え、こんぐらい？え、ちょっと生髪にしようか。え、怖い。こんぐらいね。ちょっとなんかずらしちゃった。あ、切っていいのかな。え、23.5 でなんで僕今大きくしちゃったんだろう。切れましたー。よいしょ。はい、お願いします。え、長そう、なんか意外と。あー、49センチ。49センチ？なんでだ。もうこの49÷2、29÷2は 4.5、 24.5 ってことになるね、ももこの足が。靴のサイズと足のサイズって違うのかな。49センチでした。負けちゃった。え？あれ？あ、お、同率1位だったって。負けてなかった、間違った。え、これ1位だったらどうなるんですか？褒美があるって。なんで負けたって思ったんだ。青春ってよくわからねえ。青春ってよく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 うーんやるしかねえ。